どうも、すずもです。今回もペルソナ5実況続きやっていきましょう。というわけで、メジエドの城、昨日はあれですね、花火大会でね、綺麗な花火を見て、雨は降ってきましたけれども、青春のひととき、思い出の1ページを刻みまして、そして次なるターゲット、メジエドの情報を集めろとあるんですが、それもあるんだけど、あれだね、三島くんの情報の方も、ちょっとやっていきたいね。メメントス、レベル上げもあるでしょうしね。世界規模の相手か、うまい攻略本が見つかる方といいな。世界規模だもんね。すごいよね。世界を股にかけるハッカー集団とクラッカー集団との対決が、もう秒読みね。7月の19日と。さあ、今日も元気に行きましょう。メジエドって騒いでるけど、なに、外国人アイドル、お前ほんとニュース見ねえな。世界的なハッカー集団だよ。不祥事のある企業とか狙って攻撃したり、隠してることバラしたりするの。それバラされたら嫌だね、内情を。前にこの地下鉄会社のサーバーダウンしたろ。4月の暴走事故の責任追及ってわけ。そうなんだ。意外とその義賊というか、その辺の悪い奴らを懲らしめる的なので、やってたりもすんのかな。じゃあ、良い人的な貴族とかもたやす奴もいるけれど、ちょっとその辺は、テケテケ団と似てるのかもしれないね。人のメール盗み見たり、データ壊したりやってることはただの犯罪、迷惑な奴らだよ。そうなるとこっちもぐさっと来ちゃうところあるよね。勝手にね、法にないことをしてみたいな、やってるわけだから。自称貴族の奴らだろ。ああ、もう学校でも流行ってるね、メジエドの話が。どんどん次から次へと情報は更新され、どんどん忘れ去られていく。お、成績出てる。どうだろう、どうだった。オレジナ爆死、平均点超えてる。さあ、敵味、インテリ敵味は中間よりやや上。ああ、まだそんなもんか。それインテリで中間よりやや上だったら、上の方はもうかなり優秀なんだろうな。これなら仲間にも示しがつく。さあ、赤点はどうでしょう。赤点連中はポイントアップ、よし、魅力が磨かれたと。まあいいでしょう、そこそこにね、無難にこなしたと。忙しくて勉強どころじゃなかったし、点数悪いの俺のせいじゃねえよな。まあそれはお前のせいだよ。でもなんかの映画で言ってた、先生役の人が、お前がつまんないのはお前のせいだって言ってた。スドゥムスカイスな、ごめん、冗談だったね。つか、そんなことより三島さ、ネットのことで話があるだろ。そうそうそう、その件よ。ああ、ぶっちゃけ聞くと、お前メジエドの正体とかは知らねえ。いきなりすごいとこついてくるね。まあメジエドと怪盗団のニュース盛り上がってるからね。そうだな、昔は貴族だったらしいけど、今は私欲にまみれたテロ集団ってとくらいかな。その辺も情報収集してあんだ。そうか、細かいことまで聞きたいね。メジエドの実態を知ってるやつなんてどこ探してもいないと思うよ。もしかしたら近くに潜んでる可能性もあるよね。そういうのっていろんなところに、世界中いろんな人が、こっそり陰でやってたりするわけでしょ。まあでもこの夏は盛り上がりそうだな、怪盗団の世界デビュー戦だろ。おお、そう聞くとなんかボクシングみたいでいいね。お前な、俺は怪盗団を応援するけどね、掲示板でも煽るつもりだし。ところでもう、あのシャドウの件はどうなったの。三島くんはもう振り切った、話終わりでいいかな。それじゃ、いっちょっと、収穫なしか。他のやつどうなんだろう。三島ダメだった、お前らは。お姉ちゃんに聞いてみたけど、あまり詳しくないみたい。なんか問い詰められなかった、逆に。お姉ちゃん何嗅ぎ回ってんの的な。サイバー犯罪は専門じゃないしね。私も調べてみたけどダメ。てか取っかかりがなさすぎだよね。まあでも毎回そんな感じだよね。相手が進出希望すぎる。でも今回はまた パターンが違うか。メジエドか。我が輩たちだけで手に負える相手じゃなさそうだな。まさしく誰かの手を借りたい。優秀なハッカー員とか欲しいね。エージェントが欲しいですね。来週から夏休みだけど、みんなに一つ残念なお知らせ。お、夏休みがでに1週間短くなりますみたいな。25日の月曜に緊急集会あるから、みんな学校に行くより。最初の1日が潰れるってことかな。静かに。精神暴走事件とか犯罪に巻き込まれたりとか、とにかく今年は変な事件が多いから、それでも終業式の時にやったらいいんじゃないの。生徒に注意を促すよう校長から指示が出てるの。急に注意事項をまとめろって言われて迷惑してるのはこっちなんだからね。その辺の愚痴をちゃんと包み隠さず言うあたりあれだよね。佐藤さん本当になんか、いわゆる現代の学校システムの教育者に向いてないよね。でも信頼できるのは意外とこういう人なのかもね。
メジエドってどうやって見つけるの？ドレミファメジエドって言って一回言ってみたかったんだ。ネット下がっても当てにならない噂ばっか。企業テロをやり遂げて逮捕されてない連中だ。金城の時も骨を折ったそれ以上になりそうだな。相手がでかすぎるってか。まあでかすぎる、まあでかすぎるはでかすぎるね。そうだね。相手が単独か集団かそれもはっきりしないし、手がかり掴んでもその後どうするか。何もかもうまくいってねってこと。厳しい。そりゃ俺の試験もうまくいかねえはずじゃん。それとこれとは話が別だね。一緒にしちゃダメだからね。たしなめられている。うん、どうやって書き回ろうかな。なんか誰か運よく、そう、こういう人が都合よく現れてくれればいいんだけど。何もかもうまくいかねえってこと。厳しいって。だって、え、もう何 SNS まで入り込んでんの。相当な腕利きだね。グフフ、笑い方がおかしい。メジェノの手がかりな。なんか探ってるね。あれかな、やっぱり特捜部長だかなんだかから雇われた人なのかな。これは奉還を、でも力になってくれたら、味方になったらすごく強力なハッカーというか情報捜査員として。そうなるといよいよ広報部の三島君の立場が危うくなってくるね。正体不明じゃこっちも動きようがないな。おとなしく向こうが動くのを待つか。っていうか三島君からすれば、向こうはさ、だいぶ初期からずっと応援して、俺もやるよ協力するよって言ってんのに、みるみるの謎の能力持った仲間が増えていくのを、まあ、能力持ってることは知らないだろうけど、なんか仲間が増えて暗躍してるのを見ていると、あれなんだろうね、ちょっと嫉妬心も、それシャドウも芽生えることもあろうね。さあ、じゃあ今日はどうやって過ごそうかな。 SNS が来てる。何してる。司法のお見舞い、え、行けんの。え、その前にちょっと、あ、一緒に行こうじゃないんだ。一緒に行こうじゃないんだね。ちょっと待ってね。何してる。廊下のとこにいる。分かった。ちょっと少し待ってもらって、先輩とちょっとないかな。先輩とちょっとないかなってちょっと言い方があれだけど、先輩はどう。あー、ダメなんだ。てきみ何かよ。3回誠に会いに来たんだけど。お、今の知識なら誠を誘うことができそうだ。来た、これです。深められる機会だ。コープのチャンスだね。勉強の邪魔にならないなら聞いてほしいことがあるんだけど。聞こう。ちょっとごめん、ま、アンさんごめん。今日は先に誠さんと過ごさせてもらいます。中庭か。ついに来ましたね。なんだろうね、相談なんて。勉強の相談じゃないだろうし。私はこれまで何の問題もない優等生としてやってきた。うん、生徒会長としての職責も直席だなんて、こなしてきたつもりよ。うん、嫌味とかじゃないの。私がそう思い込んでいただけだ。まあ自分なりに自分のできることをと思ってやってきたわけね。鈴井さんや金城のこと、結局私一人じゃ何にもできなかった、うん、従ってばかりの優等生じゃ、いざって時どうしようもないのね。うん、回答団に入った以上、いいね。私もみんなリアクションプレイからアクションプレイ、自ら働きかけるようになりたいってことでしょ。ギブからテイクへ。あ、だ、逆だ。今まで勉強ばかりで、あまり視野が広くないのも事実。うん、見識を広めなきゃと思うの。さすが作戦参謀だ。優秀じゃないか。もう自分で道を決めたんだったらいいでしょう。まあいいけど、うん、まず第一歩として生徒のことをもっと知る。ああ、この学校のね。でも私そういうの疎いというか。ああ、確かにちょっとユニークだよね。感覚ずれてるらしくて。そんなことない。これはどうだろうな。かなりず、確かにかなりずれてるねってちょっと半笑いで言おう。やっぱり確かに、みんなが普段どういうところで遊んでるとかよくわからないし、そういうの遊んでる、うん、ゲーセン、人の家とか、うん、俺もそれわかんないわ。でも生徒の実態把握は生徒会長の務めでしょ。それはまたプリンスポの言いなりっぽくない。自分の判断かな。監視とかそういうのじゃなくて、まあ一応生徒会長として自分自覚とってことが。それに回答団に入った自覚ね。生徒会の役目もおろそかにできないわ。で、さっきの話だけど、はい、普段みんなが遊びに行くのって、いや、わかんないっすね。僕は基本的にはメンバーと過ごすかバイトしてるかぐらいなんだよな。映画館、カラオケ、ゲームセンター。高校生だとまあカラオケ多いのかな。ゲームセンターも多いだろうけど、まあ、カラオケなんじゃない。
まあ映画館もあるだろうけど、まあ、どれも一緒だと思うけど。友人に連れてってもらったけど、うん、何が楽しいかわかんない。一回も行ったことないところがいいな。一回も、あ、確かにマクドさんってゲーセン似合わなそうだな。UFO キャッチャーハマりそうだもん。連れて行ってくれない？え、デートじゃん。こんなことで見識が深まるかわからないけど、あ、でも今見たく勉強。周りから旗から見たらそれはデートよ。よし、今から行くか。すぐ行こう。全は急げ。よかった。一人で行っても私じゃよくわからないだろうし。うん。エスコートしてあげよう。じゃあ早速だけど行きましょう。いいね。まさかゲーセンに行くことになるとは思わなかった。初日から。来ましたね。おお、いるね、高校生が。ガンシューティングとダベってる女子と格ゲー的なのやってる。あれ？右にいるあの電話してる子ってあのネトスト女子じゃなくて違うか？意外と女の子も多いのね。なんだっけ、あの音楽の系のって女の人やってること多いよね。ユービートみたいなやつとか。ポップミュージックはまだあんのかな、ね、あの銃でモニターを狙うのね。なかなか本格的じゃない、うん、やってみたい？やってみたいかい？もしかして。もしよければ付き合ってくれない？いいよ。2Pできるよね。2P プレイできるよね。え、嘘。結構声に出すのね、ゲンさんだね。誠の大声に人々の視線が集まってきた。すごい熱中してるじゃん。しかし誠自身は熱中していて全く気づいていないようだ。うん、こんな感じね。納得ですか？満足？ゲーマーだね。すごい熱中してたね。入り込んでたね。ゲームだけど、うん、もしかしてテクニックは戦闘に戻られてるかしら。はあ、そういうことになるか。鋭いね。さすが先輩。普段行かないところに来たせいかな。こういう発想できたの。また来る？なんか実態当社調査とか言ってたけど、普通に自分自身が楽しんだだけになったね。なんとなくだけど。まあ、これで属性圏を知るみたいなのもいいね。みんなが普段どういう風に過ごしているのか少し分かってきたわ。なんか今いいけど。こういう世界もあるのね。そういうもんかな。今までの私。まあでも体験してみなきゃ分かんないことは確かだよね。ちょっと言ってたまだ慣れてないね。意外な一面が見れて楽しかったよ。こっちもあんな覚え出すと思わなかった。できればまた手伝ってもらえる。もちろんじゃないか、いつだって。勉強以外の知識が増えれば回答団でもいろんな提案ができるかも。まあただそれで成績落とすことだけやめてね。あのお姉さんが怖いから。期待してるよ先輩。時間取ってもらう分期待には応えないのね。うん、今すぐ何かできるとかじゃないけど、きっと役に立てると思うの。誠の強い意志を感じる。よっしゃ、これで来ましたね、ついに。で、サエさんのとこに飛ぶんでしょ。実の妹がここでコープを築かれたわけですよ。その真実を知ったサエさんはどう、何を言うか。君たちの回答行為、それを妨害するものだっていたはずよ。いたね、今までも何度でも。敵の分析に特化したものがいたからこそ切り抜けられてきた。来ましたね。そうよね。はい。あ、誠という件には触れなかったか。ちぎりはすなわれ助教校の助教校。来ました、高校で解禁助教。助教校シャドウ微分析分。微分析分なんだ。アナライズ画面で敵の主治スキルとドロップアイテム。え、アイテムも見えるんだ。スキルも見える。いいね。そのや、これかなり有効かもな。新しい敵が出てきた時は使えるな。よし。うん、誠さん深めていこう、これからね。あなたたちって金城の件で歓楽街に行ったのね。歓楽街って新宿のこと歓楽街って言うやつ初めて見たわ。あ、渋谷か。私ね、今度は歓楽街ね。じゃあ一緒に歓楽街に行こう。行ってみたいっていうか、うん、パリピしちゃおう。パリピタピオカ飲もうぜ。そういうところでうちの生徒を見たって情報があって、うん、まさかとは思う。なんかタピオカが流行ってからファミマで売ってるファミオタピオカカフェオレ買いにくくなったよね。もういい時間ね、そろそろ帰ろっか。うん、それじゃ。はい、いいね。ようやくこれで今のところメンバー全員とは絆を深めることができたね。もうすぐ夏休みなんだろう。いいよな、学生は気楽で。まあいいでしょう。まあ大変よ、こっちはこっちで。闇の世界がね。メジエド。メジエドじゃなかったの？メジエドって言ってるぞ。何か分かった？
メジェド。メジェドは知っての通り死者の書に登場する神だ。え？その名は打ち倒す者を意味するらしいんだが、メジェドが名前なのかも定かではないらしい。しかもわからないのは名前だけじゃない。その姿は目に見えないそうだ。見えない姿で空を飛び、目から光線を出す神。まさに神出鬼没だな。そんな概要を言われてもな。おい大愛でおい。その存在のすべてが謎に包まれている。待て。本来古代エジプトの美術は横顔が特徴的だが、その中でメジェドは正面から描かれている。そういう意味でも異質な存在だと言える。よくやったよ、調べてくれたんだね。おい監視すんな。少しは役に立てたか。ええー、そうね。もう少し調べた方がいいか。ありがとう。十分よ。すごい、誠さんは扱い方分かってるね。さすが。手がかりはまるでなしか。10万円が全然たまんないのよ今は。というわけで